はい、どうも皆様こんばんは、ニュージーです。よろしくお願いします。テヘペロ、はい、今日もやっていきましょう、うん、今日ですね、週末ということもありまして、少しね遅めに起きちゃいました。基本ね、私いつも睡眠時間をね8時間とって、今回もまあ8時間とっちゃいましたけど、昨日ね夜更かしした分ね、夜のね12時くらいに寝まして、今朝8時くらいに起きました。いつもはね、平日はねもっと早く起きるんですが、人間でいうものはさ、やっぱもう週末とかになったらだれるんよね。俺だけかなこれは。いや、私は週末になってもね、全然いつも通りね365日ねだれることなくやっていきますっていう人もいると思うんですけど、私の場合はねちょっとやっぱだれちゃうんで、こう週末になっちゃうとこう気が緩みがちな YouTuber です。よろしくお願いします。はい、でも YouTuber って言えるほどね全く再生数もいかないんですけど、ただねなんかこう動画一人で回して撮影することにね喜びを感じてる私ですから、まあ好きでやってますよね。はい、ちょっとね話がね脱線しましたけどね、はい、朝ごはんもね9時ぐらいに食っちゃいまして、最近はねやっぱお米を食うんですよね。やっぱパンよりお米派な私です。はい、皆さん何派ですか？お米派？パン派？で、飯食ってね、とりあえずね TikTok をソファーに座りながらねずっと見てましたよね。今はねやっぱロシアがウクライナと揉めてるっていうか、ロシアが侵攻してるって感じですよね、ウクライナに、うん、難しいというか。ただね、こういう時にさ、こういう時に限ってさ、なんかこう日本も危ないよとかね言ってる人もいるんですけど、まあそもそもね、もともと日本危ねえからっていう動画もね、以前私今回このようにねウクライナ侵攻うんぬんなる前にね動画作ってあげたりしましたけどね、日本もそもそも危ないですよ、そもそもね。まあ、TikTok をねずっと見てましてね、ソファー座りながら。そしてやっぱりねずっと、まあ普段はね家いませんからね、まあたまにはね家にいる時間もいいんですが、なかなかねやっぱずっと家いるのもさ、ちょっと退屈っていうか、もったいねえかなっていうのも出てきますよね、そういう時もさ。わかります。だからさ、身内ととあるとこにね、まあ近所に散歩に行ったんですね。いや、行ったというか行こうとしたんですけど、なんか身内が、いや行きたくないとか言い始めたんで、結局家に控えしましたけどね。その後ね、飯食ってね、昼飯。私はね、昼飯食いませんけどね、今日たまたまね、昼ご飯というかね、ちょっとアイスを売っちゃいました。はい。北海道バニラバーっていうアイスがあるんですが、それがね、最近ちょっと美味しくて、それを食っちゃいましたね。はい。はい、すいません。ちょっと昼飯バニラバー食べたんですけど、その後ね身内とね今度はね近所のね公園、これも近所ですね、長いね滑り台があるんですよ、そこの公園なので、ね、そこにね行って、まあ、ロングスライダーっていうのかな、しましたけど、あれさ、わかりますかね、わかる人わかりますかね、長い滑り台でさ、たまにあるのがこうケツが痛いのよ、すごくこうなんか段ボールしかないとケツの下にねなんかこう痛くなる、ロングスライダーわかりません、あれ。なのでまあケツ痛いながらもまあ身内とね3回ぐらい往復してねやりましたけどね、そこのね滑り台がね1回さこう下っていったらさ、またこうスタート地点まで戻るのが大変なんよ。もう階段でずっとその上まで上がっていかないけどだし、滑り台がこう急勾配でこうなってるもんですからね、やっぱ下まで下ったらやっぱ終わったらまた上まで上がって、また上からこう始まるんですよね滑り台が。それをね3往復しまして、もう筋肉痛でね足が、もうやっぱ若い頃はね、まあ今も若いじゃないかって言われそうですけどね、いやもう私35ですからね、もう年の部類に入っちゃってますよね、とりあえずね。はい、若い頃はね多分ねあんなロングスライダーもね10往復とか余裕でねできてたはずと思うんですよね。ただもうやっぱ今こうやって35になってさ、もうダメよ、35になるともう、はい、そしたらね帰り道にね身内がねもう車の中でねぐっすり寝てまして、あーいいなー、幸せだなと思いながら、まあ家にまた着きましてね、その後また TikTok ですよね。やっぱ
TikTok はあれいいね。やっぱこう5秒でさ、こうポン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 いけるでしょ。まあ、5秒動画ってやっぱあれ発明した人だって誰かわかりませんけど、すごいよね。あれ見ちゃうわ。でいろんなジャンル出るじゃん。まあ、最近はね、ここ最近は本当もウクライナ情勢ばっかりですけど、まあただウクライナ情勢が出るってことはね、それだけ私がそのウクライナ情勢をね気にしてチェックしてるんでしょうね。だから AI が感知して、うん、おすすめに TikTok に上げてくると思うんですけどね。今日ね、みゆきが体調悪いのもありましてね、その後は家にいて夜ご飯は、ね、手羽先ですよね。で手羽先がねまたうまかったんだよね。みゆきが作る手羽先がね本当最高超絶スーパーうまいっていうね。今回2パターン作ってくれまして、そのコンロのさ、あの電、なんていうかな、まあ、電子コンロか、電子コンロのあのグリルで焼くとこと、あともうフライヤーで2パターンでやってくれまして、まあまあ両方うまいんですけど、やっぱ私はやっぱグリル派かな。グリル派でこうやっぱじっくりコトコトやっぱ焼いた方がさ、なんかこう味が出るっていうか、こういい歯ごたえがなんか柔らかいし、まあ、手羽先焼くならやっぱグリル派ですよね。でその後はねお風呂に入って、まあ、お風呂も気持ちいいですよね。やっぱこの家新しいですからね。2年前に作ったんですよね、うん、とあるハウスメーカーで、うん、注文住宅で、費用もね万円しましたけどね。間取りも自分たちで決めたもんですから、やっぱもう快適よね。もう新築っていうか、やっぱ家があるっていう幸せ、こう自分らでこう間取りを作って、自分の好きな間取りでさ、こういろんなところを配置して、快適だし広いし落ち着くし幸せだし、やっぱマイホームいいよね。ただね、ローン打ち込むんですけどね、ローンが何十年ローンですからね、なかなかやっぱり私お金がありませんから、まあローンをそら組んじゃいますよね。一括でとか買う人もいるのかな、お家を。まあいるのかね。ただね、ローン減税とかもありますしね、そういうのも活用すると、そんなにね家新築で作るっていうのもね、別にそんななんかなって思いますけどね、はい。ただやっぱ当時はさ、アパートに家賃ね6万7万払って住むよりかは、さっさとこう新築を作ろうと思っちゃったんですよね。これね、やっぱ家快適ですよね。家最高です。でお風呂入ってひげ剃って水飲んでシャワー洗って洗濯物干して、今ここに座って動画撮ってます。まあ、最近ね、まあ、これをねなんか何いちいち動画作ろうっていう気も起きませんけど、なんかね最近ねこれ買いました、 LED ライト。やっぱねこれがない場合、まあ、こんな感じですけど、やっぱね下にねこれをしていくとね、ほらやっぱだいぶ明るいでしょ。ビフォーアフター、違い分かります？これ若干違いません？これなのでやっぱいいなと思って、 LED ライト、これネットでね2000円くらいで買えちゃったと思うんですよね。これおすすめですよね、はい。若干ねやっぱ私サングラスされてますからね、やっぱこう LED ライトが反射してからねここに映りますからね。それはまあまあご愛嬌というかね。まあ今は夜10時ですね。夜10時。今日何日かな？今日2月27日か。いやー、今35歳でしょ。ねえ、やっぱこういう戦争もね、やっぱリアルに起きてきたよね。まあ、第3次世界大戦とか言われてる、言ってる人もいますけどね。日本は、まあ、日本はっていうか日本もそもそも危ねえからね、どうなることやらね。皆さんどう思いますか？これからの日本、これからの日本生活、日本に見つけてね海外に行ってる人を見るじゃないですか。まあ、それはそれですげえなっていうのはありますけどね。ただ私の場合はね、まだ日本にいちゃってますよね。何年後かは分かんないとかいうことなんですかね。ただやっぱ未来のことは分かりませんからね。未来のことはやっぱり分からないから楽しいっていうか、分からないから面白いとかね。皆さんもね、今日見てくれてありがとうございました。まあ見てくれてる人いいのかな、こんなしょうもない話。ただね、私が話すだけの動画ですけどね、ありがとうございました。